緊急招集。うるさい。何の用だ。そうよ、私たちまで呼び出して。一体何があった。ついに来ましたよ、この日が。2020年4月24日。この日が何の日かお分かりですね。何の日？仕方ないな、この動画を見ればわかるよ。皆さんどうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はキッフライトというスマホゲームを遊んでいきたいと思います。なんだそれ、聞いたことないな。そうなんだよ、これは意外と最近のゲームなんだ。それじゃあやっていくよ。お、なんだこいつ。こいつはツバメというキッカーだよ。キッカー？そう、このゲームはキッカーたちが4対4で戦うアクションゲームなんだ。ほう、どこぞのイカのゲームと似ているな。そしてこのゲームは課金要素もあるんだけど、無料でも楽しめる神ゲーなのでやってみるのはいかがでしょうか。おお、これは親切設定なんだぜ。早速バトルをしていこうか。楽しみなんだぜ。そういえばこのバトルのルールはどんな感じなんだ。今回のルールはスクランブルといって、フィールド上に合計50個のクリスタルがあって、それを拾った総数が多いチームの勝ちだよ。本当にイカのゲームに似ているんだぜ。分かってもらえたでしょうか。そう思うとよくお前こんなクソみたいなチャンネル運営し続けたな。いろいろ試行錯誤はしましたよ。それは歴代の動画を見ればすぐにわかることだな。そしてようやく今後の方針が確定したわけです。ほう、それはどんなものなんだ。それでは発表いたしましょう。今後の方針、その名もゼロから始める。は？どういうことだよ。いやだから簡単なこと、チャンネルを一からやり直すんですよ。なんでそんなことをする必要があるんだ。そうよ、わざわざ1年間かけて作り上げてきたチャンネルなのに。だからこそだよ、このままの調子じゃファンは増えてくれない。このチャンネルの最も視聴されてる動画、ショート動画を抜いたら上位3つになるのは何だと思う。それはこの3つだよ。これって全部ななみじの動画じゃねえか。実況チャンネルなのにこのありさま、このままじゃダメだと思わんかね。だから一からやり直すのか。だったらこのチャンネルはどうするのよ。それでは細かいことを言っていくよ。まず今後このチャンネルではななみじ関連の動画しか出せません。じゃあ俺たちはどうするんだよ。解雇だね。それで新しいチャンネルでは何をするんだよ。新しいチャンネルでは普通にゲーム実況チャンネルとしてやり直すよ。もともとはゲーム実況チャンネルだったからね。ということで先ほども言った通り、このチャンネルでは今後72時関連の動画のみを発信します。これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。それでは新しいチャンネルについて話そうかな。いきなり解雇ってひどすぎるぞ。もういっそ山田が様子でやった方が伸びるんじゃないの。というわけでこのチャンネルでは主にゲーム実況を投稿するよ。2つのチャンネルを同時に運営って難しくないか。そのため投稿頻度は週に1回か高い程度だと思うけど、長めの動画を作るのでよろしくお願いします。っていうか新しくチャンネル運営するんだったら別にゆっくり実況にこだわらなくてもいいんじゃないか。確かにそれもあり、72時専門の方のチャンネルはゆっくりで出すのは決まってるんだけど。なんでだ。よく考えてみろよ、あっちの方のチャンネルで生声なんてやったらただの気持ち悪いオタクじゃねえか。確かに。だからこっちのチャンネルではどうするかは検討中。こんな感じで生声実況になるかもしれないし、このままゆっくり実況で続けるかもしれません。いきなり生声出すなよ、びっくりするじゃねえか。ちなみに生声実況にした場合は投稿頻度は上がると思います。まあその方が編集は楽だしね。ただその代わり君たち動画班も生声でやることになります。そんなこと言ってるけど過去動画遡ればみんな一回は生声さらしてるんだよね。まあそれに関しては要相談だね。ということで1周年でこんな突拍子もない企画をしてしまったわけですが、どうぞお許しください。新しいチャンネルのページは概要欄の方に貼っておきますので、チャンネル登録お願いします。新しいチャンネルの更新がいつになるかわかりませんが、なるべく早めに作ろうと思うのでお待ちくださると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。